キングジムチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今回はインテリアに馴染む汎用性抜群のラベル、マットラベルをご紹介します。本日紹介してくれるのはテプラ開発チームの川名さんです。川名さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。貼り付けるものの質感に合わせてテープを選ぶことでラベルのクオリティがぐっと上がるのですが、今回はその中でもインテリアにも馴染みやすいマットラベルの活用方法を紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは紹介していきます。テプラテープの中で定番なのは、こちらのツヤのあるペット素材のテープでして、オフィスなんかでもこちらが一般的に使われていると思うんですね。テプラと聞いてまず最初に思い浮かべるテープがこちらのツヤのある素材だと思うんですけれども、いざこちらで家庭内のラベリングをしてみるとなんだかこうしっくりこないっていう方も多いと思います。確かにテプライコールダサいって言われてしまうのはこのあたりがね、原因になるかもしれないですよね。そうですね、そういった時におすすめなのが今回ご紹介するマットラベルなんですよね。あ、なるほど。どんな感じでマットラベルがおすすめなんでしょうか。はい、マットラベルが通常のテープと異なる特徴といたしまして3つあります。1つ目がインテリアに馴染むしっとりとした質感であること、2つ目が光を反射しないで見やすいラベルであること、3つ目がボールペンや鉛筆で書き込みができるという点です。ツヤのあるラベルとマットラベルを貼ったこちらの成果物の写真をご覧ください。やはりツヤのあるものよりもこちらのマットラベルの方がより素材に馴染んでラベリングができてますよね。ラベル感があまりなく感じますよね、マットの方が。そうですね、特にマットな質感のプラスチックであったりとか紙製品なんかには非常に相性がいいです。また8月にリリースいたしましたこちらのフラクタスという商品とも相性がいいので、ぜひマットラベルと一緒にご活用ください。こちらの写真の通りなんですけれども、ラベルが反射していないので文字が見えやすいという特徴もありますので、特に注意喚起ですとかそういった使い方でもマットラベルは非常におすすめです。またマット素材ですので、実はこう鉛筆であったりボールペンでラベルに書き込みができますので、あらかじめこうラベルには日付を空欄にしておいて印刷して、その後にこう自分で書き込むといったような使い方もできますので、なるほど、はい、あらかじめこうたくさん印刷して必要な時に手書きをするという時に非常に便利です。もう手書きを想定したなんかもうテンプレートみたいなものもありますもんね。そうですね、テンプレートの中にもそういったものもありますし、日付が入っているテンプレートもありますので、あえてこう日付を削除して印刷しておくっていうのもありですね。なるほど。マットラベルは種類も豊富でして、はい、全部で12色の展開になっております。こちらが全部になりますね、はいはい、なんか色ごとでおすすめの使い方みたいなそういったのがあったりするんですか。はい、なんとなくこれで分けてはいるんですけれども、こちら左の列は、こう貼るものの素材を崩さずにそのまま素材を生かしたままのラベリング。なるほど。さっき の、 紙製のボックス の、はい、貼ってある時のやつみたいなイメージです。そうですね、素材感を生かしたラベリングにおすすめになっております、はいはい、真ん中のこちらの、色合いはですね、非常にはっきり、していますので、光が多く入ってくるようなところでもしっかり区別して、ラベリングをしたいときなんかにおすすめです、まあ、反射しにくいんで、でも目立たせたいよみたいな、ラベリングをしたいときとかに、だから注意喚起のラベリングとかっていうのはこの真ん中の、そうですね、はい、ラベルがおすすめということですね、はいはい、じゃあ右側の列にのカラーについては、インテリアに馴染むようなこうナチュラルなこうカラーリングになってますので、ご自身のこう衣類を収納する時のラベリングですとか、はい、そういった家庭での整理収納というところに非常に役に立つかなと思います。なるほど、分かりました。ありがとうございます。というわけでインテリアに馴染む汎用性抜群のラベル、マットラベルを紹介しました。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回もご覧ください。さよなら。